タイ好きにはレボリュートとアンドロイドスマホをおすすめします。レボリュートというのは日本円やタイバーツ他を保有することのできる無料の金融サービスです。最近クレジットカードやデビットカードの不正利用が急増してますが、レボリュートにより不正利用を防ぐ、もしくは被害を最小限にすることができます。まずはこのビデオを作成するきっかけとなった不正利用について語らせてください。先日銀行からお客様のデビットカードにて不正と思われる利用が発生したので、カスタマーサポートまで電話をしてくださいとの E メールが届きました。そもそもこのような E メールこそ詐欺メールの可能性が大きいと思い、 E メールに書かれてあったカスタマーサポートの電話番号が銀行の電話番号で間違いないことを確認した上で電話をしました。カード不正利用の担当の女性によると、日本時間の午前4時ごろ不自然な利用が2件あったので緊急にカードを止めたとのことでした。午前4時には一切カードを利用していない旨や、今までオンラインで利用したことがあるのはアゴダやトリップ.com などの比較的大手のサイトで、自分に送られてきた怪しいメールのリンク先をクリックしたことはない旨伝えました。最近多いのは自分に送られてきた E メール、フィッシングメールのリンク先をクリックしてしまうことらしいです。担当の女性との話の中で、海外通販での買い物にはペイパルを間に挟んで、ペイパルとクレジットカードやデビットカードを紐付けておくのが良いとのことでした。銀行との電話を切った直後に早速ペイパルのサービス内容を確認しました。ペイパルは安全で便利なサービスではありますが、通貨換算手数料が 3% から 4% 程度かかるようです。さらにいろいろと調べたところ、このレボリュートが2024年6月現在では不正利用を防ぐのに最も良い方法であるとの結論に至りました。例えばレボリュートでは通販を利用するときに1回限りの使い捨てカード番号を使うことができます。レボリュートの公式サイトに書かれてあった内容を読みます。レボリュートでは1回きりの使い捨てバーチャルカードが利用できます。普段利用しないオンラインショッピングのサイトで買い物をするときは、使い捨てのバーチャルカードを使えばカード番号を悪用される心配がありません。また使い捨てバーチャルカードで支払い後に返金となった場合でも返金を受け取ることが可能です。この動画では次の順番にレボリュートに関する説明をさせていただきます。 1. レボリュート基本情報。 2. レボリュートが必要な理由。 3. レボリュートの利点及び使用方法。 1.レボリュート基本情報。レボリュートには無料のスタンダードプランの他に有料プランもありますが、ここでは無料のスタンダードプランに絞って説明をします。レボリュートは一言で言うと、様々な通貨で利用できるデビットカードのようなサービスになります。レボリュートにはオンライン上のバーチャルカードと実際の物理カードがあります。バーチャルカードはもちろんのこと、物理カードも無料で発行してもらえます。ATM からお金を引き出すには物理カードが必要ですが、それ以外のショッピングにはバーチャルカードがあれば十分です。1ヶ月75万円未満であれば、日本円とタイバーツなどの両替手数料は無料です。
注意点としては、外国為替取引時間外では1%から 1.5% の為替手数料が発生します。この為替手数料についてさらに詳しく説明すると、次のようになります。外貨両替時の注意点、為替市場時間外、ニューヨーク時間の金曜日17時から日曜日の18時まで、日本時間の土曜日7時から月曜日8時、サマータイムでは土曜日6時から月曜日7時の間は 1% から 1.5% の外国為替手数料が発生します。ざっくりとした安全な考え方としては、日本時間の土曜日、日曜日、そして月曜日の午前中の両替は為替手数料が発生してしまうので避けるべきです。早速レボリュートのバーチャルカードを利用中ですが、このレボリュートアプリにより残高の確認、両替、番号の凍結や使い捨てカード番号の発行などができます。レボリュートへの入金はネット銀行の無料振込を使うのが良いです。2. レボリュートが必要な理由。それでは次にレボリュートが必要な理由について説明します。冒頭にお伝えしましたが、現在フィッシングメールなどによるカードの不正利用が急増しているらしいです。カード会社や銀行では不正利用を監視し、怪しい利用があった場合にはカード番号を緊急停止してくれます。カード番号の緊急停止により不正利用を防いでいただけるのはありがたいですが、次のような2つの問題点が発生します。1. カード番号の緊急停止により海外滞在中に突然カード利用ができなくなる。2. 航空券の購入やホテルの予約が怪しい利用と判断されて拒絶されてしまう。私もあるクレジットカードで航空券の購入を拒絶されたことがありますが、航空券の残席や価格は変動するのでかなり焦りました。この時は別のデビットカードにより購入できたので問題にはなりませんでした。このようにカード番号が緊急停止されたり、航空券の購入が怪しい利用と判断されて拒絶された場合にはどうしても別のカードが必要になりますから、無料のレボリュートを作っておいても損はないと思います。あともう一つ付け加えると、クレジットカードやデビットカードには有効期限があります。有効期限切れもしくは有効期限間近のカードを海外に持って行ってしまうと、せっかく持ってきたカードが使えないという悲劇に見舞われます。こういったことを考えると、無料で即時にバーチャルカードが使えるようになるレボリュートに申し込んでおくのが安心です。オンラインにて商品やサービスを購入するときには1回限りの使い捨て番号を使いますから、何者かがこの使い捨て番号を悪用しようとしても悪用できない仕組みになっています。レボリュートでは利用が発生するとアプリにすぐ通知されますから、実店舗で利用する使い捨てではない番号にて仮に不明な利用があってもすぐカード番号を凍結することができます。通常クレジットカードの不正利用によりカードが停止されて新しいカードの再発行となると、再発行に1週間程度かかって、その間カードの利用ができなくなります。海外で現金をあまり持ってなく、
別のクレジットカードやデビットカードも持ってない状態でカードの停止となると悲劇というか恐怖体験です。レボリュートのバーチャルカードであれば不明な利用が発生したカード番号の完全停止をして新しい番号の即時再発行ができますから安心です。レボリュートはチャージ入金した範囲内でしか利用できないという点も安心です。 3. レボリュートの利点及び使用方法。レボリュートの利点として無料で即時発行可能なレボリュートのバーチャルカード番号を Google ウォレットに登録できる点があります。2024年6月現在、Apple Pay のタッチ決済には対応していません。普段の実店舗での買い物では、プラスチックのカードより、Android スマホの Google ウォレットによるタッチ決済の方が便利です。それでは私が実際にタイのセブンイレブンで、Android スマホの Google ウォレットにて、支払いをしている動画がありますので見てください。バークレイク レボリュートと似たようなサービスを提供するものにワイズがありますが、2024年6月現在、日本のワイズではアップルペイやGoogle ウォレットによるタッチ決済には対応していません。タイのセブンイレブンでは200バーツ860円以上の利用でこの Google ウォレットによるタッチ決済が可能です。セブンイレブンの他にはビッグシー、他のスーパーマーケットでも利用可能ですから、レボリュートと Android スマホの Google ウォレットがあれば屋台での食事はできないものの、タイでの生活は可能です。屋台や個人経営の食堂では使えませんが、ショッピングモールに入っているようなレストランであれば、クレジットカードのタッチ決済に対応しているところが多いです。レストランによっては300バーツ、1290円以上から利用可能になっていますので、その辺は注意が必要です。私が実際に Google ウォレットのタッチ決済を利用したことがあるタイのレストランはペッパーランチとスシローです。タクシーサービス配車アプリのグラブにもレボリュートのバーチャルカード番号の登録が可能でしたから、キャッシュレスでタクシーサービスを利用することもできます。番号を登録するときにはレボリュートアプリにてグラブでの利用を承認しますかとのポップアップが出ますから、承認するを押します。やはりレボリュートの安全性は高いと思います。レボリュートのバーチャルカード番号登録のためにグラブから5バーツ22円が引かれてしまいましたが、これは登録手数料と考えることにします。こう見てくると、レボリュートのバーチャルカード番号と Android スマホの Google ウォレットさえあれば、タイでの滞在は基本的には可能です。とはいえ、多少はタイバーツを現金として持っていないと何かと不便というのはあります。レボリュートを使ってタイの ATM から現金を引き出すためには、無料で新規発行してもらえるレボリュートの物理カードが必要です。タイの ATM では ATM 利用料としてタイの銀行から220バーツ946円を請求されることがほとんどです。引き出せる上限額としては2万5000バーツから3万バーツ12万9000円の ATM が多いです。レボリュートの物理カードで ATM から引き出す場合、
タイの銀行に取られる ATM 利用料220バーツ946円の他にレボリュートからも手数料が取られます。2万5000円相当額まではレボリュートから取られる手数料は月1回に限り無料ですが、2万5000円を超えると 2% の手数料がかかります。仮にタイの ATM から3万バーツ12万9000円を引き出すとすると10万4000円相当額に対して 2%、 2080円の手数料がかかることになります。この 2% という手数料は日本の銀行のデビットカードを使ってタイの ATM からタイバーツを引き出すと多くの場合 3% の手数料を取られますから安いと言えます。それでは最も肝心なレボリュートへのチャージ、入金方法を説明します。レボリュートからそれぞれの利用者に専用の入金先口座が割り振られますから、その口座に振り込むことになります。楽天銀行や住信 SBI ネット銀行といったネット銀行の無料振込サービスを使って入金するのが良いと思います。すでに説明していますように、レボリュートに入金された金額の範囲内でのみ利用できることになります。いくらレボリュートが安心安全なサービスとはいえ、不必要に高額な金額を入金しておくとその分不正利用のリスクが高まることになります。レボリュートにお金を入れておいても利息はつきませんので、利用予定のある必要な額だけ入金するようにしてください。ここまでこの動画を見ていただいた方の中には、それで結局両替レートはいいの？そこを一番知りたいんだよとちょっとイライラしている方もいらっしゃると思います。2024年6月26日のタイ時間9時30分前後に両替レートの比較をしました。レボリュート、ワイズ、バンコクのベストレート、パタヤの TT カレンシーの4つで比較をしています。1000バーツを手に入れるのにいくら必要かで比較をしています。結果としては1000バーツを手に入れるのにレボリュートでは4366円、ワイズは4382円、バンコクにある両替商のベストレートは4365円、パタヤで比較的レートが良いと言われる TT カレンシーは4400円でした。まとめるとこうなります。別の日にも2回ほど比較をしましたが、レボリュートとバンコクのベストレートはほぼ同じで、ワイズはレート自体は一番良いですが、手数料が加算されるので、合計ではレボリュートより若干悪くなります。日本円をあらかじめタイバーツに両替しておかなくても、レボリュートのバーチャルカード番号と紐付けた Google ウォレットは利用できます。利用した時点で自動的に日本円がタイバーツに両替されて決済されることになります。タイで利用するのであれば、タイバーツとしての残高が分かった方が利用しやすいです。また動画の最初の方でお伝えしましたように、タイ時間の土曜日、日曜日と月曜日の午前中については 1% から 1.5% の両替手数料がかかりますから、タイ時間や日本時間の月曜日の午後から金曜日の間に
タイバーツへと両替しておくことをお勧めします。楽しかったタイ旅行が終わって日本に帰ってきてから思うのは、レボリュートに残っているお金はどうしたらよいのということだと思います。レボリュートのバーチャルカード番号を紐付けた Google ウォレットは日本でも利用できますが、日本ではポイントが加算されるカードを使うのが一般的だと思います。最後にもう一つレボリュートのすごいところがあります。あくまでも2024年6月現在の情報ですが、レボリュートに残ったお金を日本円へと両替した上で、月に1回10万円まで日本国内の自分の銀行口座に無料で振り込むことができます。ただし、信頼性が疑われる通販サイトの利用においては、レボリュートの使い捨て番号を使った方が安全ですから、日本においてもレボリュートの利用価値は大いにあります。正確な情報の提供に努めていますが、万一間違った情報があったとしても、私は責任を負えません。レボリュートに申し込む場合には、レボリュートの公式サイト、revolut.com を確認した上で申し込んでください。ご視聴ありがとうございました。